皆さんこんばんは、おやからです。寒いね、本当に。もう残暑がどこかに消えてしまって、9月の頭なのにもうスウェットを着ていてちょっと寂しいんですけど、でも今の時期とかこれからの時期とかは新しいコスメがたくさん出るので、コスメ好きとしてはすごい楽しい時期なんですけど、今日は久しぶりに最近好きなコスメを紹介したいと思います。で、コスメとは言っても、私オーガニックコスメがすごく好きなんですけど、スキンケアとかはオーガニックコスメが多いんだけど、ハイブリッドコスメもすごく好きで、なので今日はちょっとごっちゃにした感じで混ぜ混ぜしながら紹介していきたいと思います。で、スキンケア、ヘアケア、あとはお化粧の方を全部こうちょっとさらって違う、カバーして 紹介していきたいと思うので、皆様の参考に少しでもなったら嬉しいです。まずはこちら、もう巷でも噂になっております、ファミの化粧水です。私の大好きなバイタル C のシリーズの化粧水が出ました。で、これめっちゃいい。本当にいい。自信を持っておすすめします。これの何がいいかっていうと、バイタル C と同様、肌にぐんぐんすごい入っていって、ちゃんと保湿してくれるんだけど、ベタベタしないし、こう重たくないんだけど、こんなに保湿できるんだっていう、ちょっと新感覚の化粧水です。これの特徴はというと、AHA が入ってます。で、AHA っていうのは、こうちょっと剥がす系のやつなんですけど、植物とかフルーツとかの酸を使って剥がしてくれる役割をしてくれるんだけど、まあ、AHA の方はそんなに強くないので、まあ、めちゃくちゃ敏感肌の人はもしかしたらどっかでパチテストした方がいいかもしれないけど、そうじゃない限り、角質がこう肌に溜まった角質とか、毛穴側の開きが気になるとか、ごわつき、ざらつきが気になるっていう人にはめちゃくちゃおすすめです。これ使い始めてから肌の調子めっちゃ良くなりました。あと、なんかね、こうするさらっていうか、するつるみたいな感じにしてくれるんだけど、ふわっていう柔らかさを肌に持たせてくれるので、すっごいおすすめです。で、これとバイタル C のダブル使いすると肌の調子めっちゃ良くなるので、バイタル C 使ってるっていう人にもおすすめだし、いい化粧水探してるっていう人にもすごくおすすめです。続きましてがシャンプーです。こちら、はい、ウカのシャンプー。このシリーズめっちゃいい。夏も使ってたんですけど、ちょっとこうスースーする成分が入っていて、でもね、すごい強烈スースーじゃないんですよ。なんかいい感じのスースーだから、こうちょっと頭皮の汚れとかが気になってたりとか、あとは今やっぱデスクワークで頭をすごい使ったりとか、考え事する時間も長くなったと思うので、ちょっとそういう時にさっぱりしたい、すっきりしたいっていう人にもおすすめな、こう、スースー感。で、これこっちにも書いてあるんだけど、根元から髪に張り、腰を与え、ふんわり軽い仕上がりということで、このね、髪のこの根元がペタッとしなくて、ふわっとボリュームを出してくれるので、そこがすごく気に入ってます。ウカなので香りもめちゃくちゃいいし、泡立ちもすごいいいし、コンディショナーの方はさらっと仕上がってくれるので、そこもすごい気に入ってます。で、髪の毛はさ、あんまりまとまりすぎるのが好きじゃないので、もともと。だからボリュームタイプを選ぶことが多いんですけど、ボリュームタイプもなんかすごい出ちゃうっていうやつもあれば、なんかそんなにあんまかなっていうやつもあって、これはすごくちょうど良かったです。続きましてがこちら、はい、ヘアオイルです。珍しく。はい。さっきも言ったように、髪の毛がまとまりすぎたりとか、ペタンとするのがすごく嫌いなんですけど、でも、このね、今、ここをね、がすごいボリュームが出てきていて、伸びてきたからなんだけど、もちろん。このまま、すごい重たいボブにしたいんですよ。だから、この今のすごい中途半端な感じなんだけど、あんまりすかずにこのまま行きたくて、だけど、癖もあるし、あとは、こう広がってきちゃう、まあ、時期というか、
なのでここの広がりがねすごい気になってきたので、髪が扱いづらくなってきたな、決まりづらくなってきたなっていう時期になったのでヘアオイルを投入しました。でこれは髪を乾かす前にちょっとつけてドライヤーで乾かすのと、あとは次の日の朝こう髪をこうスタイリングするみたいなニュアンスでこのヘアオイルを使っています。でこれのすごい気に入っているところはサラッサラに髪をしてくれて適度なまとまり感が出るんだけど、重すぎなくて髪がペタンとしない、ですごく理想のテクスチャーです。で香りも私はとっても好み、甘さが強い香りではあるんですけど、でもその中にこうちょっとスパイシーさというか芯の強さみたいなのがある感じの香りで、こうさヘアプロダクトものって自分で嗅ぐ機会がすごく多いから、私香りにすごくピッキーなので、もう香りがないものかすごいナチュラルな香りでできてるものをよく選ぶんですけど、これはなんかこうちょっと気持ちが上がる感じの香りで、似てるといえばモロッカンオイルの香りに似てるんですけど、あれよりもクールでこう洗練された感じの香りだからすごく気に入っています。でこのダビネスっていうブランドっていうか会社っていうか、ここはすごく環境に配慮したものづくりをしていて、パッケージングのことだったり、あとはプロダクトの制作の過程で自然のこう電力を使っていたりとか、あと B コーポレーションも取っている会社で、そういう意味でもすごく賛同できる会社です。他にもたくさんプロダクトを出していて、いくつか好きなものあるんですけど、今回はこのヘアオイルをチョイスしました。続きましてはこちら、はい、ベースです。ナチュラグラッセのベース、はい。でこのチャンネルを長く見てくれている方は、私がもともとプライマーとかベースとか下地とか、まあ、全部一緒なんだけど使うのがあんまり好きじゃないかったのを知ってると思うんですけど、最近はすごく使っていて、その中でもこれがめっちゃ良かった。でこれ色があるんですけど、これはラベンダーピンクの方で、すっごい肌が綺麗に見えるよ。でファンデーションを塗る前にこれを塗ってるんですけど、これ塗っただけですっごいスキンケア頑張った後とか、すごい丁寧なフェイシャル受けた後の肌みたいな感じになるの。これはなんかこう、これに入ってるこうなんか発光する何かなのか何なのかは、私にはちょっとベース初心者すぎてわからないんですけど、これつけただけで肌がめっちゃ綺麗に見えます。トーンアップして透明感が出たように見えるので、今までもファンデーションの量って私すごい少ないタイプだったんですけど、よりファンデーション使うファンデーションの量が減って、それでも仕上がりが前より良くなってるぐらいめちゃくちゃいい。でこれは SPF44PA++++ なので、日焼け止めを塗らずにこれだけ塗ってファンデーションも塗れるからすごく楽で気に入ってます。でこれからの季節はまあデューイーな肌、こうちょっとツヤ感のある肌が今は人気だと思うんですけど、こう暑いところから秋になってちょっとこう涼しくなったらニットとかが増えたりとか厚手のものが増えていくと思うんだけど、そういう時に肌があんまりツヤツヤツヤってしてるよりはちょっとこうマットさがこうちょっとある肌がいいなって私は思っていて、そういう時期的に見てもこれがすごくおすすめです。でやっぱり化粧崩れが断然しづらいし、こうお粉とかフェイスパウダーとかで抑える必要が本当にすごく減った、抑える必要っていうか抑える頻度、もうほとんど抑えなくてもいいんじゃないかなっていうぐらいなので、あんまりこうメイクのタッチアップができない人とか、すごい優秀なベースを探してるっていう人とかにはすごくおすすめの一本です。続きましてがこちら、はい、ヒンスの眉マスカラ、はい。眉毛にはすごいこだわりを持っていることは皆さんご存知かと思いますが、この眉マスカラめっちゃいいです。めっちゃいい。で前にグロシエのボーイブローを勧めたことがあるんですけど、あれにすごく似てます。あのプロダクトにすごく似ていて、眉毛に適度なボリューム感と存在感を出してくれます。で私は色が一番濃いやつを気に入って使ってるんですけど、透明
ていうか、こう白で塗ると透明になるタイプがあるんですけど、あっちもすごくいいです。なんで、すごい主張した眉毛が欲しいわけじゃないんだけど、今の自分の眉毛より存在感出したいなっていう人はそっちの白の方がいいけど、私みたいにワシャッとした眉毛がいいっていう人はこれがめっちゃおすすめです。ですごいちっちゃいブラシで小回りが効くし、しっかりまつげじゃない眉毛についてくれて、いい感じにしてくれる。で、私はこれを先に塗ってから、アイシャドウパウダーで眉毛を描いてるんですけど、これを先にやって、アイシャドウパウダーで、こう、ちょっと、足りないところとかを足して、で、最後に、大好きなベネフィットの眉マスカラで、パッチリ、カッチリ、もう動かないようにしてます。で、これは、ボリューム感は出してくれるけど、やっぱ、眉毛は動くので、そういう意味では、最後にバチッと固めてくれるものが必要かなって、私は思うんですけど、別に眉毛バチッと固まってなくてもいいっていう人で、ボリューム出したいっていう人は、もうこれだけで全然いいと思う。本当に、眉毛の、印象がすっごい良くなるアイテムなので、ちょっと眉毛好きの人っていうか、眉毛にこだわりがある人とか、あとは眉毛がもっと濃かったら良かったのになって思ってる人とかにすごくおすすめのプロダクトです。続きましてがこちら、またヒンス、じゃん、これはカラーマスカラです。はい、これから秋に入ってさ、ちょっと服のトーンとかが変わったりとか、あとは今までちょっとポップなカラーを使ってたメイクがちょっとしっとりし始める頃だと思うんですけど、そういう時にすっごいおすすめなカラーマスカラです。で、カラーマスカラっていうと割とこうパンとした感じの印象のものが多いと思うんですけど、このヒンスのカラーマスカラはすごいね、なんか大人のカラーマスカラ、色が絶妙で本当に可愛い。あ、こういう色のカラーマスカラが欲しかったんですよっていう色。なんか個人的にはあんまり派手なカラーマスカラだとちょっと抵抗があったんだけど、これだったら全然デイリー使いにできるっていう感じです。で、私がその中でも特に気に入ってるのが、まあ、もちろんオレンジとかブラウンとかもすごい可愛いんですけど、私はこの緑と、パープルがすごく気に入ってます。今日はね、珍しくマスカラ塗ってるの気づいたかと思うんですけど、これね、パープルなんですよ。なんかね、ジュワッジュワッっていうか、なんかこうニュアンスっていうか、よく見たら色違うよねっていう感じ。あれ、いつもとメイクちょっと変えた？なんかいつもより垢抜けてる感じがする。あれ、マスカラの色違う？っていう感じです。だから、今まで黒いマスカラ使っていてカラーマスカラ気になってたけどちょっと勇気が出なかったっていう人とかにもすごくおすすめで、このカラーマスカラは色が可愛いだけじゃなくてマスカラとしてめちゃくちゃ優秀です。なんか今までマスカラって カラーマスカラって色がついてればそれでよしみたいなところがあったと思うんですけど、これはこの黒のマスカラがあったらこの黒のマスカラ使いたいっていうぐらい優秀、マスカラとして。で、ブラシもすごく細身でスリムで、こう小回りが効いて塗りやすいし、セパレートにまつげがこう綺麗にちゃんと扇形になってくれるし、カラーマスカラではあんまりなかったカール力がしっかりある。だから塗って時間が経ってもちゃんと塗った時の形をキープしてくれているので、そういう意味で結構カラーマスカラ革命がこのマスカラで起きたんじゃないかなって私は思ってます。それぐらいすごく綺麗なカラーマスカラなので、本当カラーマスカラ好きの人、ずっと黒だったけどカラーマスカラ気になってたけど使えなかったっていう人にすごくおすすめのアイテムです。はい、こちらで以上となります。最近好きなコスメでした。で、みんなに新しいものをたくさん紹介したいなと思ったので、今日はニューフェイスちゃんたちが多かったと思うんですけど、最初にも言った通り本当に新しいコスメが、新作コスメがたくさん出ていて、他にもね、あ、これいいな、これ好きだなっていうものがたくさんあるので、また近々最近おすすめのコスメのビデオをやりたいなと思っております。で、他にもね、このコスメどうですかとか、あとはこのアイテムでおすすめありますかとか、もしあったらコメントの欄にぜひコメントをください。で、今日紹介したものはいつも通りキャプションのところにリンク貼ってあるので、気になるものがある人はぜひそちらをチェックしてください。
それでは次のビデオまで、またねー。